鍋を雪景色に見立てた石川県の郷土料理雪見鍋をご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず大根はすりおろします。水菜は5センチの長さに切っておきます。土鍋に材料 A のだし汁、酒、醤油、砂糖、塩を入れて火にかけます。煮立ったら豚肉を加え、さっと煮てアクを除きます。軽く汁気を切った大根おろしを加えてひと煮立ちさせましょう。水菜を加えてさっと煮ます。混ぜ合わせた材料 B を取り皿に入れます。豚肉と水菜を大根おろしごと取り分けて、お好みの薬味でいただきましょう。お餅などお好みの具材を加えて自分流の雪見鍋を楽しむのもいいですね。ぜひお試しください。